のびのび育てたいと賢く育てたい、この両方を叶えるのにはどうしたらいいか。いつもあるっていうものを作っておくこと、親子で一緒にどれやってみるって子供に選ばしてみる、何回も何回も同じことをやるっていうことも大事にしてあげてください。たくさんのお母さんとお話ししている中で一番聞く声は、のびのび育てたいと賢く育てたい、この両方を叶えるのにはどうしたらいいかっていうお声です。マイナビの子育てのアンケートでも出てきていたんですけど、例えば非認知能力が大事だって言われている、それはみんな知ってきているところだと思うんですけど、皆さんやり方がわからないっていうのがあると思うんですね。何のおもちゃを与えたらいいですかとか、何の教材を与えたらいいんですかっていう声はすごく多いんですけど、本当は教材があってとか何かをさせたから子どもが伸びるっていうより、普段のお家の中でどれだけ当たり前の環境が整っているかっていう方が実は大事になってきます。私がいつも勧めているのはモンテッソーリ教育なんですけれども、お道具を使ったお教室でやっているようなモンテッソーリではなくって、お家で毎日の暮らしをモンテッソーリ的にしていくっていうことをお勧めしています。それがどういうことかっていうと、子どもがやりたい時にやりたいことができるように時間と場所を作ってあげる、で親御さんと一緒に育っていくっていうことが鍵になってきます。モンテッソーリ教育は一言で言うなら毎日が自由研究みたいな教育方法です。子どもがその時したいことをしたいだけしていいよっていう教育なんですね。子どもがこうなんか興味を持った時にこうずっとやる、でそれを大人が援助しながら子どもがやり遂げてできたっていうことを積み重ねていく、そんな教育方法です。おうちモンテッソーリの場合の子どもの環境って言った時には、いつもあるっていうものを作っておくこと、子どもがいつでもこれは自由に使っていいよっていうものをできるだけたくさん用意しておいてあげるっていうことが一つの鍵になってきます。紙のものをたくさん用意してあげるっていう時に一番おすすめなのは、自宅でプリントアウトしていつもあるっていう状態を作ってあげたらいいのになと思っています。印刷した中から親子で一緒にどれやってみるって子供に選ばしてみる、この時にすぐ選ばないと興味がないんだって思うお母さんが多いんですけど、10秒ぐらいね待ってあげてほしいんです。子供って選ぶのにちょっと時間がかかるので、どれにするってこう10秒ぐらい待ってみると、あ、じゃあこれっていう風になります。よくドリルを買ってくると1回やったらもうやらないと思ってる方が多いんですが、子供はねしつこい人たちなんです。なので何回も何回も同じことをやるっていうことも大事にしてあげてください。なのでお家でプリントアウトできると補充も簡単だし、繰り返すっていう時にも簡単です。そしていつでもどうぞっていう環境も作ってあげやすい、何よりやりたいって言われて、じゃあ何するじゃなくって、プリントアウトしたものを貯めておいてあげると、子どもがじゃあ今日これやろうかなって選べますよね。あるいは親御さんも暇な時にプリントアウトさえしておけば OK なので、親子でストレスなく遊びが作れると思います。モンテッソーリ教育に興味はあるんですけど、なんかいろいろなこうモンテッソーリ教育のための道具とかを揃えなきゃいけないって聞いていて、ちょっとハードルが高く感じてたんですけど、自宅でプリンターで出てきたものを使って、普通の文房具を使って子どもとしては遊んでるだけで、その中でこう高知性とかが養われていくっていうのはすごく魅力があるなと思いました。プリンターって結構意外と本体買った後のインク代がすごいかかるイメージが強いので、それが抑えられるっていうと、なんかこう厳選してプリントアウトするとかじゃなくて、こうちょっといいかなと思ったらパッてプリントアウトできると思うので、取り入れやすいなと思います。楽しかった？楽しかったです。何より大事なのは繰り返すことで子どもは安心していきます。なのでぜひお家で何度でも安心してできる環境を作っていただけたらと思います。